人生で俺はよくこう YouTube で薬と刑務所はもう人生で経験する必要ないって言ったけど、あとあの女性もねほどほどにしなきゃダメ。俺この3つでね男どれだけ下げたか。もう女で見たらもうケツばっか追っかけてたから。もうもうやろうやろうっていうあれしかなかったから。今はちょうどほどいいかもしれない。ちょうどよく本当に今ちょうどいいんですよ。ただちょうどいいんだけど、はい、若い奥さんには申し訳ないよね。若い奥さんもらった以上はやっぱこう元の、だからたまにちょっとこううちの嫁に俺ちょっと酒あじゃあお薬飲むのやめろわ、ちょっとはげるけどそれが強くなるでって言ったら、いやはげてるパパやだって言われて、いやいや一番最初はこうはげて出てきた時にはいやスキンヘッドのパパもかっこいいからいいって言って言ってたんだけど、ほんで俺も髪の毛生やそうかなと思って言ったら、じゃあいいいいって全然って、それが弱くなるよ全然大丈夫なんて言いながら、まあでも今はもうその性の方よりもこうハゲてる俺が嫌みたいな、そう最初からハゲがいいっていう女性いないですからね。一緒になって徐々にハゲていくのはしょうがないけど、でも加藤兄さんの場合は違うんでしょ。そうですね、このままかね、このままか拾ってもらいました色ってなんか言葉遣い変わってきましたね。佐々木さん、今日オフ会特別でさっき免許証見せてくれたじゃないですか。今日オフ会特別でマスターの外し。ちょっとあのカメラ向けないからそこはもうずっとご覧になってる。ザキママおかしいなとかさ、すごいんだよな。じゃあカメラは向けないで、みんなの声だけ。あ、そうです、そうです。一回ね、じゃあ、じゃあどうぞ、はい、一回閉めて。どうだろう。どうなんだろうね、はげてとかはげてないか分かんない。これと外してくれたからね。このノリやだね。そうか。ノブ君、わからない、本当に。たまにちょっとこう、寝てこう、寝てる時にこう、ちょっとずれてる時がある。それずれてるよって言うと、はい、いや寝癖だって言い張るんだ。本当に。皆さん、違いも最高です。いっぱい食べた方がいい。はい、いただきます。食べたいと思います。この箸いいんですか。それはあの、鳥専用の箸みたいです。で中国はこういう大きいお皿出るけど、みんなでつまんで食べるんですよ。でも最近多分コロナになってからなったけど、はい、同じで、はい、あれ中国では残すって本当ですか。綺麗に食べたいんでわざと残すっていうのも、残すのは接待する人間はもう食べきれないくらいなって、いっぱいすぎるの。そうです、それでこうみんなもう満足したって残すのが、うわ接待する側の礼儀なんですよ。でも今中国でも食品ロスっつって、それで共産党がそういう運動を始めて、残す人間罰金になってますから。罰金だった、はい、罰金もう詰め合わせしちゃいます。食べ過ぎて残したら罰金になってる。これ昔から言っていただければ、残すのが嫌いで、あ、いいや、全然あります。娘ができてちょうどタバコやめて、娘食べきれないのに1個食べて、ね、はい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 、あんまり食べないです。ジム行っていっぱいお腹空かしてるでしょうか。1年で30キロです。あ、そうか、1年前もっと痩せてましたか。俺がもうタバコやめて20年やめた時は、ああ、やめた時、そうですね、確かにタバコ吸ってる時、吸ってない時のあの、この食べ物の美味しさ、毒です、絶対。そうですね、今でもこう、タバコ吸ってないから食べ物なんでも美味しいもん。タバコ吸ったことないんだ。もともと吸ったことないんだ。ああ、じゃあその、なんだ、タバコ吸ってる時のこの熱さと吸わなくなってからの美味しさは多分分からない。全然分かんない。あれでも兄弟で片方はもう全然タバコもらって
そうなんですよ。そう、兄貴はそう。このタバコのお酒を飲んで。へぇー。でも、真逆です。タバコと酒と。タバコと酒と。なんかお飲みになります。あ、まだ。なんとなくそれを聞くと、あ、どっちもやって大丈夫なんだなっていうのを見ると思うよね。そうですね。そう。どっちもやっても大丈夫は大丈夫。兄貴は健康。でもタバコ吸ってると肺の病気になると手術するとき大変みたいですね。肺の血が止まんないみたいですね。ヤニがこびりついてると。俺やめても17、18年経つんだけど、それでも先生に言われたんだから肺の手術したとき。佐々木さんもそんな前からやめてた。そうですそうです。自分はもともとタバコはそんな好きじゃないんですよ。陸上やってたからタバコをこう吸い始めたのは二十歳頃からなんですよ。もうなんかもう、ワルはタバコ吸わなきゃいけないって勝手に思い込んでて、吸えないのに無理やり吸って顔真っ青にして気持ち。でも佐々木さんってよくそうやってタバコとかやめちゃうじゃないですか。でも悪かったですよね。悪かった？いや、タバコ、あ、要するにその悪いや。本当にみんなに本当に申し訳ないけど、俺本当に自分でね、自分を悪だと思ったこと一回もないんですよ。世間様から見たら世間様から見たら悪ですけど、本当に自分も YouTube で言ってるけど、ずっとこう自分毎日本当に一生懸命生きてるから、その時代その時代そういう生き方になっちゃってるかもしれないですね。確かにこの若い頃はもう飲み屋入ろうがどこ入ろうがまず全員が敵と思ってるからまずこう全員の目見て、一人でも見返した人間いたらもう喧嘩ですからね。今はそういうことないけど、今やめますよ。今逆に飲み屋行ったらずっと下見てますいや本当だって